皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はコーペンちゃん聖地巡礼ツアーということで、コーペンちゃんと阪急コラボ、その中でね、中吊り広告に掲載されている場所をですね、コーペンちゃんが関西旅行に行って訪れていた場所に、実際僕も行ってきました。カツカツのスケジュールの中で回ったので、じっくりとは紹介できないかもしれないんですが、なんとなくのね、雰囲気だけでも分かっていただければ嬉しいです。ではまず一つ目はこちら、大きな鳥居。駅のホームからとっても大きな鳥居が見えたんだ。亀の井っていうとってもすごいお水を汲んで帰ったんだよ。パワーあふれるな。ということで、京都の松尾大社駅になりますね。実際僕も行ってきました。その様子がこちら。こちらが松尾大社駅になります。奥に赤い鳥居ね、大きな鳥居が見えているのがわかると思います。松尾大社ですね。そしてこれは松尾大社駅のホームです。とてものどかで緑豊かな落ち着く場所でしたね。じゃあこのホームでコーペンちゃんに登場してもらって、中吊り広告の聖地巡り一つ目完了ということで、お供のコーペンちゃんもとっても嬉しそうですね。一応改札出て松尾大社のこの鳥居も映してみました。ちょっと時間がないからね、行かなかったんですが、一応このように中吊り広告との比較も載せておきます。ちょっとうまく鳥居が映せなくて申し訳ございませんでした。続いてこちら、君と待ち合わせ。ここにある鐘は17個もあって、いろんな音楽が奏でられるんだって。君と一緒に聞きたいな。ということで、ここは神戸のね、西宮北口駅にあるカリオン広場です。こちらが実際のカリオン広場。すごいですね、イラストのまんまですね。残念ながら鐘の音を聞くことはできなかったんですが、お供のコーペンちゃんもとっても嬉しそうでした。これはまたリベンジして、鐘の音を聞くとともにね、このイラストのみんなたちのような配置でしっかりとした縫い取りを取れたらなと思います。それでは続いて、梅田の街。大きな観覧車が見えるな。あれに乗ったら梅田の街を遠くまで見渡せるかな。僕と一緒に乗ってくれる？乗りますよ。ということで来ました。大きなヘップの観覧車ですよね、がそびえ立っております。これもね、また来た時はコーペンちゃんと一緒に、観覧車乗ってみたいものですね。とっても嬉しそう、コーペンちゃん。とあるビルに登って、先ほどとは違った角度でこの観覧車を映してみました。観覧車は乗れなかったので、少しでもね、この梅田の街をコーペンちゃんに見せてあげたいなと思って、このように景色を見せてあげております。きっと高いところから梅田の街を見下ろせて、お供のコーペンちゃんも喜んでくれたんじゃないかなと思います。休日だったこともあって、大勢の人で街は賑わっていましたね。本当はね、このように先ほどの通路でみんなたちを並べたいんですが、あの人の多さではね、なかなか厳しかった。続いてはこちら、歴史の人とコーペンちゃん。かっこいい銅像の前で記念写真を撮ったんだよ。春にはしだれ桜がとっても綺麗なんだって。その頃にまた来ようね。ということでやってきました、京都の丸山公園にあるこちらの銅像。左側が坂本龍馬、右側が中岡慎太郎の像になります。コーペンちゃん発見できてよかったですね。二人もとってもかっこいいですが、背景ね、若干紅葉仕掛けてきているので、これも見頃になるともっと綺麗に真っ赤に染まるのかななんて思いました。その頃にここ来たらすごい綺麗だろうな、着てみたいものだなと、お供のコーペンちゃんとね、お話ししていました。丸山公園自体もとても穏やかな空間で、緑豊かでゆったりとした時間が過ごせるような、そんな素敵な場所でした。続いてはこちら、ポンと猫と出会った。とっても素敵な街並みを歩いていたら猫さんに会ったんだ。撫でさせてもらったよ。この街の町長さんだったのかな。ということで京都のね、ポント町にやってきましたね。この入り口からもうすごい古き良き日本家屋が立ち並ぶこの細い小道、すごいですね、風情がありますよ。お供のコーペンちゃんとポント猫を探して大冒険の始まりですね。お供のコーペンちゃんは猫が大好きなので、ポント猫ちゃんに会いたいとね、もうはしゃいでおります。どこら辺にポント猫いるんでしょうか。しかし果たして本当にポント猫が実在するのかはわからないんですよね。
よかったらね、本当に実在するのかをコメントで教えていただけると嬉しいですね。知ってる方いたら。さあ、ここを右に曲がってみると、このようにね、ちょっとなんか猫ちゃんが隠れていそうな感じのエリアがあったんですが、残念ながらポント猫を発見することはできませんでした。この後も少し、ね、ちょっと10分15分くらいはね探したんですが、全然見つからなかった。でもね、他の猫ちゃん何匹かは見ましたね。だからポント町には猫が複数存在しているのは間違いないんですが、こちらのイラストのポント猫を発見することは残念ながらできませんでしたが、聖地巡りとても楽しかったです。続いてはこちら、青い塔があるお寺。このお寺には赤ちゃんがいっぱい来てたよ。ちっちゃくて可愛かったな。僕も見守っているからね。ということで来ました、中山寺ですね。宝塚線の中山観音駅にある、の近くにあるね、中山寺にやってきました。奥に何やら五重の塔のようなね、何か建物が立っていると思いますが、果たして本当に青いのか、入ってみたいと思います。向かう道中にもこのようにいろいろなお花、いろいろな色のね、綺麗なお花がたくさん飾ってあって、とても綺麗なお寺だなという印象を受けました。そして見えてきたのがすごいですね。本当に青いんですね。びっくりした。実際自分の目で見るまでは分からなかったけど、本当に青かった。この場所が中吊り広告のおそらく聖地ですね。とても綺麗な景色ですね。ちょっと雲行きが怪しくなってきてるのだけがたまに傷ですが、最後まで雨に降られることはなく満喫することができました。青い塔に驚いているコウペンちゃんですね。いやー、とてもイラストの再現率が高くてびっくりしましたね。さあ、続いてはこちらになります。ドキドキアスレチック。とっても高いところに登ったら遠くの景色まで見えたんだよ。いつもは見えないものが見えるのってなんだかとっても嬉しくなったんだ。ということでやってきました、大阪の万博記念公園ですね。この太陽の塔を見るのは僕初めてだったので、とても感動しましたね。コウペンちゃんとはちょっと関係ないんですけど、個人的にすごく感動しました。そしてアスレチック、コウペンちゃんの聖地はここかなと思ったらね、ここはどうやら違ったようですね。ここよりももっと大きなアスレチックがあるようなので行ってみます。こちら、ちょっとこれはあまりの高さと、そしてあまりの大きさにびっくりですね。コウペンちゃんもびっくりして、あー、これはすごい。さすが命綱をねつけなきゃいけないだけのことはありますよね。これ高いところでなんか遊んでいる方がいらっしゃいますね。すごい勇気。コウペンちゃんも一緒に遊びたいのかな。あー、僕はちょっとここはね付き合ってあげれそうにないですね。このイラストを見るだけだと、まさかここまで高い場所、そして大きな施設だとは思わなかったので、実際に行ってみてよかったと思いました。さあ、最後ですね、神戸ポートタワーとコウペンちゃん。赤くて大きな神戸ポートタワー、こうしてずっと神戸の街を見守ってきたんだな。君のことは僕が見守ってるよ、ということでやってきました。あたりは夜になって、夜景もとても綺麗に映っております。巨大化したコウペンちゃんがこのポートタワーにくっついている絵をね、どのように撮ろうかと思いましたが、考え抜いた末このような結論ですね。遠近法を使ってコウペンちゃん巨大化させてみました。この神戸のね、素敵な夜景、そして街並みと一緒にコウペンちゃんの可愛さが合わさって、とても素敵な雰囲気に、ね、なったかなと思います。はい、というわけでコウペンちゃんの聖地巡り動画いかがだったでしょうか。中吊り広告に載っている、イラストの聖地はほとんど、行けたかなと思っております。今回紹介していないのは、阪急電車内のコウペンちゃんの聖地だけですね。阪急電車内のコウペンちゃんはもう今までたくさん動画を僕投稿しているので、それで割愛させていただくとして、今回は、コウペンちゃんがその出先ですね、いろいろな観光地に行った思い出とか、そういったものを全部僕の自分の足で歩いて自分の目で見て楽しむことができたので、僕自身もすごく貴重な体験になったし、そしてコウペンちゃんと一緒に見てきた幸せな景色をね、このように皆様にお裾分けできることが僕も何より嬉しいです。
長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。これからもコウペンちゃんのイベントやグッズ紹介など、コウペンちゃんに関する動画いろいろ投稿していきたいなと思っているので、よかったらこれからもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。